対局開始。それでは徳田四段の先手番でお願いいたします。お願いします。それでは解説よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本局は若手同士の対決となりました。はい、まあ、2人はなんか、ね、交流もあるようなので、はい、お互い手の内はよく分かってる同士かなとは思うんですけど、ただまあ3五銀と出てこの形が安定すればいいんですけど、なんかこの瞬間に先に3四歩やっぱ受けに怖いんですけど、受けに自信あるんですね。自信がありますよね、古賀さんはね。うん、かなり受けが強いというか受け将棋っていうか、うん、やっぱり何か、うん、やっぱり秀でてる部分がない、うん、ないと、うん、順位戦一気抜きできないですよ。そうだよね、すごいよね。すごいっす、うん。はい、これで次に確実に3五銀と出ようということですか。そうですね。ああ裏に。そうですね。じゃあ受け将棋だ。これやったら絶対に相手は5七角なんて受けてくれるわけで絶対暴れてきますからね。それを受け止めるという、受け止めるのが古賀将棋。いや僕もだんだん本当に分かってきて、こういう手よく来ますよね。うん、これはそうです。3六して3七桂作ってよしよしと思ってると、はい、こう裏からね救われることはありますね。これででも飛車下ろすぐらいですかね。8一飛車と、あじっと取りましたね。まあ、これであの7七桂成と取れば、まあ、ちょっと小回りはこの瞬間は金銀と飛車の交換で、まあ、2枚替えなので、うん、後手としては横歩取った手がうまくいったんではないかなと思います。一本叩きは寄りましたね。そうですね、寄ったですね。うん、同桂。いやだいぶ先手玉が薄くなってきましたね。そうですね。いやどこから行ったらいいですか。じんわりというか、あの下手を指したいですね。あ、なるほど、一回、うん、やっぱ三四の歩は、ね、すごい拠点なので、まあ、一回消して、まあ、高度計打ちますね、とりあえず。そうですね、いいじゃん。これはだいぶありがたいというか寄りが戻った感じがします。結構そうですね。この瞬間8八金はちょっと足りなそうですね。同金同桂成同玉7六桂7八玉、あでもそこで金を持ってるのか。来ましたね。だから同金同桂成縫い、同玉7六桂7八玉6八金8九玉5八金の時に7五角っていう手があるんですね。あ、はい、いやこんな7五角食ったらちょっともう、すごいですね。7五角取って5八飛車って取った手がまた8八の金の詰めろを受けてるので、いやだから4八角成か一回8八歩と打ってから4八角成とするんですかね。ですけど、あこれは時間を稼ぐ手筋。あこれは下駄を預けました。はい、詰ましてくださいということですか。2四金、いやわかんない。最初手は何でいくんでしょうか。ああ受けに回りました。いやドキドキしますね。ああ受けちゃった。いやそれはこれは僕だったら切れてますよ。ああ間に合わない。反射神経がちょっとあれなんで、あのこれまた詰めろででも来てしまいますよね。そうですね、詰めろをかければ、ただ2八の飛車で馬取りになってるのでしのげれば、そうですね、いや、いやでもこれはいい将棋ですね。もうお互い、そうですね、激戦ですね、終盤のギリギリの、あここでやっぱ角渡したんで詰めろになったと。あそうか、でもこれ7六桂の詰めろになってるんですね。いやあこれでも桂で、あ終わりましたか。マジかよ。すごいやってるね。徳田四段の投了、
古賀五段の勝ちとなりました。